皆様こんばんは、次郎です。 J チューブのお時間となりました。今回はまあ夏といえばというようなものでございます。ちょっとホラーな話でもしようかなと。まずちょっとホラーなお話をする前に、ここがどういった場所かと説明しますと、まあ、このスタジオ自体は3階建ての建物となっておりまして、まあ、1階がガレージみたいになってて、2階、3階にスタジオが1個ずつあるというようなところでございます。で、まあこれとは違う収録をしているさなか、2階でその収録自体は行われていたんですが、夜になるにつれてなんだかこう不気味なことが起こるというのが、このスタジオの噂話にございまして、で実際僕も体験したんですが、2階で収録を行っている時、夜中になって3階、まあ実際ここですね、何もないはず、誰もいないはず、何の収録もしていないのにもかかわらず、足音が聞こえてきたりだとか、物音が聞こえてきたりだとか、まあそういったちょっと怖い場所、まああくまでその音が聞こえただけなので、何かあるかと言われるとちょっとまあ分かんないんですけど、まあそういったこう少し不気味な場所、なおかつただいま深夜の2時ということで、雰囲気抜群、誰よりも僕が一番怖いというような感じでスタートしていきたいなと思います。それでは本題に入っていきますか。まず1本目なんですが、これは僕が実際に体験したというか実際に見たお話になるんですが、僕若い時にそういった心霊スポットとかに行くのが好きでして、まあ、いろんなところに行ったんですけど、まあ、一つのかなり有名な、怖いトンネルにまつわるお話でございます。そのトンネル結構通学路として使う子もいるというぐらい、日中とかはまあ山の中にもあるにもかかわらず、まあ、信号がついていて、子供がたまに通るというような具合のトンネルで、今現在は確か使われていないと、昔はそういった小学校が近くにあったんで、通学に使われていたトンネルになるんですが、一車線の細いけれども長いトンネルでございまして、ある少年が、そのトンネルをずっと使って通学していて、で、まあ、その少年自体はこう学校に行くといじめられっ子で、いじめられて嫌な思いをするたんびにそのトンネルを通って帰っていたわけです。で、その少年、いじめられたやつらを見返してやろうと、この手でどうにかしてやろうと大人になったら、そういった心持ちのもと、そのトンネルを通学で使うときに、いじめられた回数をトンネルの壁に正の字で数えていったんですね。で、学校でパクった、チョークを元に、トンネルで正の字を書いて、1日1回、今日もいじめられたと、今日もいじめられたというふうに正の字で、書き足していくような日々が続いていました。で、その少年、10個目ぐらいかな、だから正の字が2つ書き終わるぐらいまではきちんと丁寧に書いてあるんですよね。で、まあ、これは僕がその話を聞いてトンネルに見に行った時のお話なんですけど、そのトンネル、まあ信号があるんですけど、まあ、その信号が青になったらこう中に入ってもいいですよと。で、まあ、その信号の時間自体はかなり長いので、トンネルの中をよく見ることができるんですよ。で、実際トンネルを見に行くと、まあ、綺麗に正の字が書かれていて、途中までは、で、その後、15個目ぐらいかな、そこからはもう書き殴るように50個ぐらい正の字がバーッと書いてある。で、どうやらその少年は、それを書き終えて、約20ぐらいかな、正の字を書き終えて、その少年は自殺をしたと。で、自殺をしたらその小学校になんか不思議なことがたくさん起こって、結局は今となってはその小学校はなくなったというような、いわくつきのトンネルのお話でした。
オッケー。もう俺嫌やで。いや、僕も普通に嫌なんですよ。俺ほんまに嫌やで。いや、ちょっとパチンとか言いましたよね。上の方でしたね。うん、と思うけど。この上って屋上でしょ。もうやめよう、もうパッパとやろう。パッパとやろう。もう一つ聞いてほしいお話があるんですが、これはまあ僕の知り合いの人のお話になるんですけど、まあ、その人、まあ、今は40何歳とかで、まあ、かなり大きい方なんで、まあ、その方から聞いた話ではあるんですが、その人幼少期の頃に、引っ越しを繰り返しておりまして、大阪の南の方ですかね、ちょっとこう栄えてはいないというような地域に引っ越したそうです。古民家というほど古くもないんですが、新築というわけでもないというぐらいの一戸建てに引っ越しまして、初めての一人部屋を与えられた、その少年のお話でございます。その少年、一人部屋が嬉しくて、毎日毎日引っ越してから、で最初の方は荷造りとかでやっぱこう夜更かしする時間も長くなったりするんですが、まあ、一人部屋にこうワクワクして、なんかこうお部屋開けるところをね、普段あんまりちょっと見たことないような感じの家やったんで、こうタンスを開けてみたりだとか、襖を開けてみたりとか、こういろんなこう壁を触ってみたり天井を見たりとかしていると、なんかこう天井がタイル張りになってるんですけど、一箇所だけこうタイルがずれて貼ってあるような感じになってまして、何これはと、なんかちょっと気持ち悪いなと思ってたんですけど、まあ、その一軒家、なおかつあの一人部屋ということにワクワクしてたんですね。で、まあ、ある日、まあ、夜更かし、またその日もしてしまいまして、その少年が寝て、でふとなんか気持ち悪いなと思って、なんかどっかから見られてる気がするなと思って、夜中にパッと目を覚ましたら、そのちょうどタイルがずれてる間の部分に目があったと。で自分のちょうど上らへんなんで、パッて目を覚ました瞬間に、その目とバッチッと目が合った瞬間に金縛りに遭ってしまいまして、体が動けないと、どうすることもできないと、どうすることもできない、うーってなって苦しんで、時間が経てば経つほどうーってなるけれども、ある程度時間が経ったらピタッとなくなって、はぁはぁってこう息遣い悪くなるんですけど、なんとかその日は乗り切ってまた朝を迎えることができると。で朝になったら別にそこに目があるわけでもなく、穴が開いてるわけでもなく、タイルとタイルの隙間はあるんですが、そこに別に何か違和感を感じるわけでもなく、あ、気のせいだったんかな、夢だったんかななんて考えながら、またこう新しい家、新しい部屋、持ち家じゃない、そのこう自分だけの部屋っていうのにテンションが上がって、まあ学校に行って帰ってきて、またその日も夜更かしをして寝るというような生活を繰り返しておりました。1週間ぐらい経った頃かな、またなんかその日はこうすごい寒い夜だったんですけど、また寝た時に夜更かしをして寝たら、なんか嫌な気に感じすんな、これ前もあったなと思って目を覚ましたら、バチーンと天井から見られてる目と目が合いまして、うわこれやばいなと、これはさすがに気持ち悪すぎると。でまた金縛りにあって動けないわけですよ。でどうすることもできひんし、じっと我慢してるだけなんですけど、そう我慢してたらいつか解けると。でちょっとずつなんですけど、長なってる気がすると。でそれがその日からこう感覚が近くなってきて、1週間後やったんが、次は5日後ぐらいになって、3日後ぐらいになって、うわなんかこれ近くなってる、怖いなっていう日が続いて、でまたそれの2日後ぐらいに金縛りうーってあってしまって、なんか嫌な感じすんな、怖いなって思って、またバッて朝目起きて朝が来たらどうともないみたいな生活を繰り返して、さすがにちょっと怖すぎるということで、親に相談とかもしたわけですよ。でもなんかこうお母さんお父さんも、いや別に、いや大丈夫でしょみたいな、やっぱその引っ越したてですから、また引っ越すとなるとね、一からお金もかかりますし、子供の言うことですから、いやそんな気にすることじゃないよなんて言っておりましたけれども、こうまた次の日、その日寝たら怖いなと思いながらも、なんとか寝つくことができたら、その日はまたなんか嫌な時間に目が覚めて、パッと上を見たら目が合うと。5回目ぐらいですかね、これで。
まあ、金縛りの時間もどんどん長いわけですよ。もうさすがに気持ち悪すぎると、もうさすがに寝れへんと思って、まあ、次の日の朝、まあ、どうともなってないんで、すごいなんだか疲労感はありますけれども、また親に相談して、ちょっとどうにか今日ぐらいは一緒に寝てくれへんかとお父さんに相談をしたわけです。いやちょっとこれは怖すぎるし、ちょっと子供心になんか、なんかおかしいんじゃないかなって思ってお父さんに相談して、まあ我が家じゃあ今日ぐらい一緒に寝てあげるわと言われて、その少年はその日はお父さんと寝ることになったんですね。でそしたら明け方朝ぐらいかな、ガタ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 って家が揺れたと思ったら大きな震災が来たと。大きな震災が来て、お父さんと一緒になんとか逃げることができたんですよ。お父さん近くに寝てたんでパッと起きてバーって連れてってくれたんですけど、よく考えたらその天井から見てる目と目が合ってたら逃げ遅れてたかもしれないと。で結果、家も倒壊して、こう瓦礫の山ってほどじゃないんですけど、こう天井も落ちてきて、もし寝てたら命は助かってなかったんじゃないかなというような、そんなお話でございました。ちょっと何の音、怖い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 、やめよう、落ちた、やめよう、もうほんまにやめ、なし。いやちょっと待って、いやちょっと待って、よし帰ろう、よし、なんもない、怖くない。何が起きた、ちなみにゴミ箱が倒れるのは謎。帰ろう、ほんまに帰ろう、よくない、ゴミ箱が倒れるとか聞いたことない。ありがとうございました。え？ありがとうございました。陽介さん、大丈夫です。OK です。あ、びっくりした！なんだ！え、ちょ待って！